はい、12月最後の荒稼ぎをしようかと思います。まず一発目は12月6日に届いた案件でございます。自宅にいながら5分か10分で2万円というやつですね。まあ、ポイントサイトモッピーからいつものように、ご案内していきますんで、画面を切り替えていきます。どうぞ。どうもお疲れ様です。じゃあ今月もですね、美味しい案件がありましたので、なんとローンカードを作るだけで2万円もらえるというね、新規発行完了ですからね、お金借りなくてもいいわけですよ。まあ、これはちょっと狙っていきたいなと思います。で、一応ね、条件を見ると対象エリアが広島県岡山県なんで、ちょっと契約できる方が限られてるのかなと思います。私は広島県なんで、サイトにアクセスして新規入会してカードが発行完了したらもらえるということでね、この前楽天カードも作りましたんで同じ段取りだと思います。ちょっと美味しいですねこれね。で、合銀っていうのはどこだろう、サイン合同銀行かどっかですかね。まあ、ちょっとこれクリックしてみます。はい、そうするとこういう風なイメージのいいねタイトルが出てきて、金利があって10万円以上800万で借り入れができますってことなんで、まあお金借りるにしても私の場合は10万にしようかなと思います。クイック診断がありますので、51歳で配偶者あり、そしてお金はどこからも借りてませんよってのでやってみましょう。融資可能と思われますので、新規お申し込みはこちらということで、こちらね、融資までの流れを確認する、詳細を見る、それから各種契約書の方をこうやってねご覧いただいてください。で、もう一個読まないといけないところがあります。ローン契約約款ですね、これは細かい字ですね、これも読んで、で同意しますでいくとこのような形になります。サイン合同銀行ってことなんですけども、ちょっとないですね。で、これが段取りですね、8つのプロセスを経てカードが作られるってことになります。ちょっと口座がないんでなしにしときましょう。で、ここは私の場合は1972年の10月11日、1年中プレゼントは受付中でございます。男性、次に進む。で、お名前が私が久保哲郎ということでね、皆様もよくご存知の私のお名前となっております。はい、こんな感じですね。旧姓はないですね。次進むと。で、既婚してますし子供もいるということですね。扶養家族だから2人扶養してるってことになりますね。はい、携帯電話番号はいつものところでございます、ご本人で。お持ちの場合必須、特にお持ちの場合じゃないですね、固定電話はね。次行きましょう。で、 E メールアドレスがいつものメールアドレスと。で、メール受信が可能かどうかをこれでチェックするということになりますね。で、住まいなどの個人情報がありますので、ここからね、一旦ちょっと提示させてもらいます。はい、じゃあね、4、5まで売って6になりました。6ではローンの目的は何にするのかっていうことと、職業を売って、で、いろんな条件に該当しますかって、大抵の方は該当しませんでよろしいかと思います。それで今回のローンカードを知ったきっかけなんですけども、まあ、参院中央新報というね、まあ、そういった情報誌で知ったよってことで入力を確認します。で、全てがこうやって入力できましたんで、内容を確認して送金するということですね。はい、あとは書類送付ページを開くと書いてますので、E メールまた SMS について、今後手続きに必要な場合 ID をご案内しますと。審査に完了に必要な書類をパソコンスマホからご提出くださいということなんですけども、本人書類っていうのがいるのかな、まあ、ですんで、何、免許証かなんかがいるのか、免許証を出しましょうか。ご本人確認書2種類。本人確認書、パターン1。運転免許証と個人番号カードでいいかなと思いますので、こちらにしときましょうか。はい。じゃあ、あとはね、簡単ですんで、それぞれ入力してみてください。まあ、以上で終わりですね。はい。じゃあ、すべての処理が終わりましたので、これでしばらくすると2万ポイントが入るということになるかもしれませんね。まあ、審査が通らなければね、パーですけども。はい。以上です。はい。いかがだったでしょうか。簡単でしょ？いや、私は簡単でした。非常にね、このローンカード申し込みのために必要な身分証明書はもうすでにね、クリッピングしてますんで、トントントンと作業が進みましたね。まあ、ですんで、このローンカードをやろうかなと思ったら、まとめて3件とか5件とかをチョイスしといて、で、2ヶ月に1回ぐらい申し込んでいくと、まあ、安定した収入になるんじゃないかなっていうところですね。で、今回はゴーギンさんがいきなり入ってきたんで、まあ、持ってるデータをそのままストンと落としただけだったんでね。2万円と。まあ、契約するだけで2万円だからいいですよね。うん。これから、まあ、ゴーギンさんの銀行口座も作ることになるかもしれませんけども、まあ、
二重に美味しいかなっていうところでございます。まあポイントサイトモッピーまだ登録されてない方は動画概要欄から登録していただいて、で案件はねまた下に貼っときますんで、うん、よろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。